海上自衛隊に、タイゲイ型潜水艦の2番艦はクゲイが就役し、最新鋭潜水艦の実戦投入されています。今回は、この時期、潜水艦について、詳しく見ていきますね。VSL 搭載艦は、5000トン級になるのか、はたまた、新駆動システムが搭載されるのか、考察していきますね。静粛性ではトップでしょう。日本の海上自衛隊が運用している潜水艦は、すべて通常動力型で、現在は22隻体制を敷いていて、艦齢が古い順に、親潮型9隻、練習潜水艦として1隻、操縦型12隻、体芸型1隻、偽装中2隻、建造中1隻、である。なお、体芸型1番艦、タイゲイについては、試験潜水艦への種別変更が予定されているが、これは、今まで、新装備などの試験は、就役している各潜水艦が、持ち回りで行っていたものを、専任の試験潜水艦を設けて担当させることで、その他の潜水艦の稼働日数を増やし、さらに試験にかかる時間を短縮する狙いがある。しかしながら、2022年の時点で、タイゲイの試験潜水艦への種別変更は行われておらず、代わりの担当艦も決まっていない。海上自衛隊の潜水艦は、操縦型において、機体機依存推進機関 AIP の搭載とリチウムイオン蓄電池によって、潜航時にはエンジン駆動によって発電し、蓄電池に蓄えた電気で航行できるため、ほとんど音を発することがなく、世界一の静粛性を誇る。また、近年のリチウム蓄電池の性能が大幅に向上したために、潜航による航行時間も大幅に伸びているほか、最大潜航深度は正式に発表されてはいないものの、500メートル以上と言われており、アメリカの原子力潜水艦を除くと、現在世界のほとんどの潜水艦の最大潜航深度が、400メートル以下を限界としていることから、通常動力型潜水艦としては、世界一の潜航深度を持つとされている。現在3種類の艦種が混在している海上自衛隊の潜水艦隊であるが、当面は、このまま22隻体制が維持される予定とされていて、この先は、タイゲイ型が、毎年1隻ずつ就役するたびに、親潮型を退役させることになっている。タイゲイ型は、水中排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと艦体の大きさは、操縦型と大差がないものの、数々の最新鋭の装備を搭載した最新鋭潜水艦であり、操縦型の目玉として採用されていた AIP は搭載されておらず、操縦型11番艦、鳳竜、12番艦、東竜と同様に、高出力のリチウムイオン蓄電池が搭載されている。タイゲイ型の静粛性は、評価が高い、操縦型と同等以上とされているのであるが、機関の最高出力においては、AIP を搭載している、操縦型が約8000馬力であるのに対して、タイゲイ型は、約5600馬力と、実は低下しており、そのために、水中最高速度が、操縦型の約20ノットから約18ノットに低下しているのである。しかしながら、シュノーケルを使用しない、連続潜航時間や巡航潜航速度の持続時間などは、操縦型と比べて大きく向上していて、専守防衛の自衛隊の潜水艦として、最も取り得る戦法である、海底などに潜み、敵艦を待ち伏せして攻撃するのに適した性能であるとされ、その他にも、レーダーに、ZPS-6H、Z998 ソナーシステムや情報処理サブシステムとして、QXY1、潜水艦戦術状況表示装置 ZQX12、潜水艦情報管理システムなど最新鋭のものが搭載され、
水上艦艇と人工衛星や航空機などとのデータリンクによって、目標を攻撃可能な機関ネットワークシステムなどが搭載され、総合的に見て、毎級の双竜型とは比較にならないほど、性能が向上しているのである。そして、機動性においては、双竜型で採用されている X 字型の戦車が、引き続き踏襲されている。この X 字戦車は、潜水艦の艦隊の中心線から見て、斜め45度の角度で取り付けられているもので、十字戦車と比べて、舵1枚あたりの面積を大きくすることができ、海中での機動性が高くなるなど、メリットが大きいことが分かっていた。しかしながら、十字戦車と違い人による操作では、制御が難しいことから、これまでなかなか採用することができずにいたのであるが、近年のコンピューター制御技術の発達は目覚ましく、それによって実用化が可能となったのである。X 字戦車のメリットは、ダメージコントロールの点でも大きく、十字戦車では、上下と左右の1枚ずつが1組となっているために、1枚が損傷すると、引きが半減してしまうが、X 字戦車の場合は、1枚が損傷したとしても、残りの3枚で、舵の引きを補うことが可能だ。舵を動かすには、油圧シリンダーを用い、十字戦車では、上下と左右それぞれ1本ずつ2本で済む。それが、X 字戦車では、4本必要となり少ない方がいいように思われるのであるが、もし、1本の油圧シリンダーが、正常に動作しなくなった場合、十字戦車では、上下か左右のどちらかの舵が、全く動かなくなるが、X 字戦車では、残りの3枚の舵は動作可能なので、カバーができる。さらに、潜水艦では、海底に基礎して潜む場合に、下部の舵が損傷しやすく、また、港の岸壁に接岸する際には、左右の舵を損傷するリスクがあるが、X 字戦車なら、各舵の先端が、艦隊外道より内側になるため、海底や岸に接触せず損傷しにくいというメリットもある。現在、太平洋型の建造が進む中、将来的に、次世代潜水艦がどう進化していくかの目安として、2019年に幕張で開催された MAST2019 において、三菱重工業が次期潜水艦候補である 29SS 新型3000トン級潜水艦のデザインを発表している。それによると、デザイン上の大きな変化は、これまで艦橋についていた船だが、艦隊についているほか、艦橋がやや後方に移動して、艦隊と一体化し艦首には大きな傾斜が付けられていて、これによって力学上の効果によって航続距離を伸ばす狙いがあるものとみられている。そして、この 29SS では、これまでのスクリュープロペラ方式ではなく、ポンプジェット方式、またはウォータージェット方式が推進装置として採用されるとみられている。この推進方式は、吸い込んだ水を、高圧ポンプや円形シェラウドに覆われたスクリューなどによって、後方のノズルから噴出させることで、推進力を得るというもので、従来からのスクリュープロペラ方式と比べると、高速での航行が可能になる。また、ノズルの噴射方向を変えることで、船舶が進む向きが変わるため、舵が不要となり、スクリューや舵が必要なくなり浅い水面でも航行が可能となるほか、スクリュープロペラ方式の欠点であるキャビテーションノイズを低減できることから、静粛性に優れているとして、多くの潜水艦で採用されており、アメリカ海軍ではシーウルフ級とバージニア級、イギリス海軍ではトラファルガー級、フランス海軍ではルトリフォン級とシュフラン級に、そしてロシア海軍のボレイ級にも採用されている。ただし、これらは、すべて、原子力潜水艦で、
通常動力型潜水艦では採用されておらず、その理由として、ポンプジェット推進では、スクリュープロペラ推進と比べてエネルギー効率が悪く、原子力による大出力が必要であることや、低速走行時の方向安定性や操縦性に問題が挙げられている。これらのことから、29SS において、ポンプジェット推進方式を採用するには、高出力のエンジンが必須だが、海上自衛隊で、原子力推進の潜水艦を運用する可能性は低く、現在のディーゼル機関ガスリチウムイオン蓄電池による出力をさらに高める必要がある。29SS の機関がどうなるかについては、リチウムイオン蓄電池の高出力化と、違う方式で、効率の良い蓄電池の開発と、どちらが短期間に低コストでできるかにかかっているとみられている。また、海上自衛隊が潜水艦の運用方針として、日本近海の防衛を目的にしていることから、日本の潜水艦には、水中での高速力よりも、シュノーケルを使わずとも長時間潜航できる能力が重視される。近海の浅い海底に潜んで、敵艦艇を待ち伏せ攻撃することが、主任務となると想定され、原子力潜水艦のように、水中での30ノット以上の高速性能は、さほど必要ではないが、できるだけ長い時間潜航して潜む性能は、求められていて、そのことで、日本では、原子力潜水艦待望論を、頻繁に耳にする。しかしながら、日本近海が活動の場となるのであれば、隻数さえ揃えば、交代で寄港して補給可能であるため、コストが高い原子力潜水艦は不要との見方もある。